はい、一人治療実践会の前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、継続しなさいっていう話をしたいなと思います。でね、何を継続していくのかなんですけども、もちろん広告を継続しろとか、もうそういったこと当たり前ですよね。もうやらなあかんの分かってると思うので、この継続ではなくて、数字の把握の継続をやり続けてほしいなっていう話をしていきたいなと思います。で、なんでこの話をするのかっていうと、もうほとんどの人が目標達成できないわけじゃないですか。まあ、簡単に言うと売り上げのね、売り上げ目標達成できないわけで、じゃあなんでできないねんって話なんですよ。それはもう目指してないからですよ。目指してないんですよ。口では言う。でも目指してないんです。じゃあなんで目指さないのかって言ったら、目をそらすからですね、その目標から。だから、目をそらさないようにしないといけないんですよ。だから毎日毎日継続して、その目標に向かってるっていうことを自分で自覚しないといけない。なので、今からすることをですね、ぜひ毎日毎日やってもらえたらなと思います。もしよかったら毎日毎日僕にメッセージ送ってくれてもいいです。返さないですけど、見るのは見ます。で、何をしていったらいいのかっていうと、まず、その日一日の売り上げをしっかり自分で把握してください。売り上げを把握する。で、あと目標までの残りの売り上げがどれぐらいなのかっていうのを把握する。そして目標。これを毎日毎日把握するんです。毎日毎日です。まとめてとかじゃない。毎日なんですよ。休みの日でも一緒。ゼロで書いて、残り何歩。目標何歩って毎日書いて、毎日何かしらに書き出したりとか、投稿したりとかしていって、どんどんどん自分の潜在意識に植え付けていきます。例えば今日の売り上げが5万円だとしましょう。で、残り15万円。じゃあ目標、150万にしましょう。こうやってやっていくと、目標は150万なんですよ。その150万までの残りは15万なんですよ。今日とかであればですね、僕はこの3月28日に、動画を撮影しているので、3月だとどんな残りどんな日かな29、30、31、大体の方は3日間だと思うんですよ。そしたらね、あと3日でこの15万をなんとかしないといけないなっていう頭になってくるんですよ。カウントダウンするとそういう頭になりやすいんです。こう積み立てていくと、焦らないんですよ。自分たちもあれじゃないですか。はい、3、2、1って言われたら焦ってくるでしょ、なんか。それと一緒で、自分焦らさないといけないんですよ。いつまでも焦らずにチンタラしてるから目標達成できないんですね。だからどんどん自分焦らしていきましょう。もう残り15万。これなんとかしないといけない。あと3日で。どうしようかな。やばいな。新規は入ってない。残り3日間全部回数券の消費だったとしましょう。どうしますか？諦めます？諦められないですよね。カウントダウン始まってるんだから。これ積み上げ式だったらもう諦めますよ。ああ、もうでも無理やしな。まあ、でも135万はいってたし、まあ1巻みたいな感じで諦めます。そうじゃなくて、カウントダウンにしていくことで自分を焦らせていきます。じゃあ、いろいろやり方あるじゃないですか。残り15万。新規ない。買い付けの消費ばっかり。どうしようかな。なったら、休眠客にアプローチするのも一つですよね。感じ間違ってる？休眠。に対して、特別な提案をしてあげたらいいじゃないですか。その代わり締め切りが3月31日までですよとかだったら、もしかしたら達成できるかもしれないですよ。はい。だから、目標達成できない人は、これをぜひ覚えておいてほしいんですけども、もう何が何でも達成するっていう意気込みが絶対に必要です。何が何でも達成しないといけないんですよ。だって、達成しなくても死なないでしょ、皆さん。達成しなくても困らないじゃないですか。だから達成できないんですよ。何が何でも達成しないといけないような状況を自分自身で作っていかないと、人は弱いので、達成できないです。楽な方に逃げます。だからコンサルタントとかをつけるんですよ。みんな逃げるの分かってるからつけるんですよ。だからできる人ほどコンサルタントお金払ってるでしょ？で、どんどん高い金を払っていくわけじゃないですか。なぜかというと、自分を追い込むためですよ。そういう環境を作らないといけないんです。目標達成できない人は、そういう人つけないでしょ？お金出さないじゃないですか。だから入ってこないんですよ。どんどん焦らす環境を作っていってください。なので、その第一歩として、まずはちゃんと自分の数字を自分で把握していく。で、
カウントダウンしていって、しっかり何としても達成するっていう、その、まあ、意気込みですね、持ってやっていただけたらなと思います。本当に何が何でも達成しないと、いつまでもいつまでも同じこと言ってたら意味がないですよ。だからぜひですね、この動画見られた方は、見られて目標達成できてない方は、ぜひ本当にこれを意識して、チャレンジしていただきたいなと思います。そんな感じで、終わっていきます。ではまた、さよなら。